リエルでーす。はい、今日はこの子じゃじゃん、伸び、仕立て直しましょう。伸びてる、離れて打てるよ。ビアホップ、はい、仕立て直します。はい、俺のちょっと日光不足で伸び伸びになってしまいました。はい、仕立て直しましょう。はい、初心者編です。初級編です。はい、簡単です。はい、超簡単です。なんかさ、揃えてって言ったらな。いいよ、どうでもいい。うん、どうでもいい、うん、どうでもいいっていうことです。どうでもいいよ。はい、切りたかったんや。ちょうど影だな。俺の屋根からもう一個持ってなかった。はい、粒も置いとく。そう、粒も置いとく。そう、で淘汰されていくやん。でしょ、難しい言葉。え、淘汰、淘汰淘汰されていく。そうです。これ下にさ、落ちるんやわ。下から切ろうか。コロコロな、すごい下がやっぱ伸びてます。うん、めっちゃちゃうの。そこそこでくれないとダメなの。あ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、どうぞ。こんなのがさ、あ、これポイントがある。何？あの、あったかい時期にしろせんとなかなか出んけ、目が、はざしが。暖かい時期一緒かんと。そうです。まだ大丈夫です。うん、まだ大丈夫です。みんなハゲてるかったって言ってる人おるやろ。言葉がダメです。ハゲ散らかした。傷ついてる人がパパルムさん以下数名いると思います。だってみんな言ってるはずや。ハゲ散らかす。みんな言ってるはずや。ハゲ散らかす。ハゲ散らかす。ハゲ散らかさないように。ハゲるだったらいいけど、なんか散らかすってちょっと話ですね。そうで、ハゲ散らかすんで。ハゲ散らかす。ハゲ散らかすけん。こんな感じで。これもうこうしとったらもうボーボー出るけん。ボーボー。どんどん買ってしまう。にしてもちょっとあの徒長しすぎですね。棒だけも出るの？棒だけも出ますよ。棒だけも。何しても出ますこいつは。棒も出る。そう、棒も出る。もう山盛り、あの粒だけで山盛りです。粒だけで、粒だけでだ、もう山盛りです。山盛りビアホップ。ビアホップです。めっちゃ、これは肥料をあげた方がいいです。肥料いい。はい。でもさ、この人さ、あんま紅葉しないと思ってたやんな。うん。します。究極な。めちゃめちゃピンクになります。究極いじめたらな。寒さに弱いんだ。弱いけど究極です。いじめる。はい、あそこもすごかったですね。あのキッチョーバル、雑貨屋さん。そうよ、よく覚えてるじゃない。その時いた気がします。あれはびっくりした。本当さ、ものすごくさ、ビアホープ溶かしてきたよな。俺やろ。うん、そうよ。もうこんなんでって言わんさ、すごいのできちゃってさ、霜一発で終わります。霜一発です。ね、だけどそこだけまだ全然大丈夫、うん、でしょ。うん、はい、どんどんばらまいて。はい、どんどんモリモリキングにします。モリモリキング。また蚊がいます。まだ蚊がいます。ここで頭なくしてる。こちら全部頭は切られる。また増えるけんな、うん、カットすればまた出てくるけん。そこがすごいところね、多肉の。そうよ、こっちもまたモリモリ、うん、すぐモリモリになる。モリモリ、ずっと切りたかったよ。でもすぐダメって言うけんさ、うんうん。ちゃんとみんなもやってね。簡単やで、刺しとけばいいけん。うわ、こんなにこっち見てなかったら。こっちこんなになってます。すごいいっぱい。大変なことになってます。
一個に収まりきるかしら。ね、1個に収まりきるかしら。収めます。収めます。すごいことになるな。すごいことになるわ。誰が来たの？ね。いやいや、ヘコムさんだと思う。逆に。ヘコム？ヘコム、ヘコム。ヘコム。もう粒がやばい。粒がコロコロ。ここは私の趣味のとこやきね、はい、ちょっとこんなに伸びてた。そうすごいよ、裏側がもうめっちゃすごい。かわいそうです、かわいそうです、やりすぎます。皮がいます。皮がすごい、粒だらけです。はい、マグアンプ入ってます。うん、マグアンプ。マグアンプ入ってます。マグアンプ。はい。山盛り。え？山盛り。そうです。山盛りです。もいもいです。いっぱい埋めちゃいます。うん、これはすごいな。もう無理やったらいい。向こうにもらうけ。向こうにもらいます。星座の方にもらうけ。カブ君刺してくれる。でこっちで、こっちで粒を出していきましょうか。うん、もう粒、粒だけでいっぱいです。この台、寄せ植えの台じゃないですか。そうですよ。もう場所がないんですよ。寄せ植えの台ですね。別の入れ物にしましょう。簡単にボロ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 って取れるけん。気持ちいいですね、このボロが。そうです。そうです。あ、かわいそう、これ。こうなっちゃって、ちょっと散歩しよう。断髪。ものすごく。これは下のが大きくならんわ。上のが伸びちゃって、かぶさった。うん、刺しても意味がないです。私、日が暮れるのが早くなるんです。そういうことです。早いです。寒いです。寒い。え、今日まだ暖かいと。朝19度でした。朝寒かったな。今日は松本行きます。もう決まってるんですか。え、もう決まってる。決まってます。行かないんですか。行こうかな。三から。三から。三から。九から。三から。トマトチーズ納豆。納豆。納豆美味しいよ。あれじゃないんですか。ナス。ナスは入れるよ。ナスも納豆も入れる。うん。ミンチも入れる。ミンチプラス。そうです。プラスアルファ。そういうことです。めっちゃすっきりや。知らんかったけど、マスモトって全国あるんですか。あんまりないんじゃない。そうなんですか。うん、東京もあった。あった。へ、うん、頑張ってやん、うん、どんぶりに見えてきた。めっちゃ食えるこれ。コロコロここ猫、これ系は頭がないのは。うん。どうで。頭があるの。うわ。簡単っぽい。決まってー。決まってー。気持ちいいわこれ。気持ちいい。そしてどんどん。早くせんとな、あったかいうちにせんと。そうだ、遅いけんな。めちゃめちゃスピードが遅いけ、うん、うん、でもいつの間にか出てるの、うん、そう、いっぱいな、うん、可愛くなっちゃう。
見ないからな。え？へこむやろ。へこむ。大変なことになった。頭あんのだけ残して。よかった。どうなる？これがどうなる？これ大変なことになるよ。大王さんも切りたい。どこを切ろうっていうの？日比谷の寄せ植えを一生懸命作っております。操作立ってます。結果が全てでございます。へこむ。どういうこと？へこむ。今へこむ。なんだよ、ここいっぱい置いたね。あ、置いてんの？刺し子になってる。せい、はい、はい。何おる？ああ、おるかもしれません。おるよ。はい。はい。すごい。はい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 。もうどんになっている。はい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 。かまない。は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 い、どんどんいっちゃってる。はい、どんどん。はい、はい、すごいわ。はい、葉差しも出たら大変なことに。そうですよ、それが目的ですよ。すごいわ。なんか言ってるわ、トコモさんは。はい、はい、この鉢も可愛いです。はい、これじゃないの？しがらき、しがらきさん違うかな。うん、ぽい。しがらき、ここあるね。知ってるよ。はい、よしよしよし。はい、はい、花巻にアイコスか。どういうこと？はい、どん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 、はいはい、もりもりもり、はい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 、早いわ、はい、間に合わ、はい、はい、早い、は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 い、めっちゃ早いよ、うん、元祖タニラーやけん。元祖タニラーでしょ、はい、元祖よ。タニラーといえば、元祖タニラーといえば誰なの？バニラボタン。はい、では決まりです。皆さん知ってますか？バニラさん、ボタンさん、元祖タニラーでございますね。うたこさん、え、うたこはまだ、うたこはね、初心者。まだその、その後や。初心者、全然お呼びもせん。お呼びもせんね。あ、もう終わりんじゃない？意外と頭なかったね。そうよ、
私がすごい出てきた。あ、もう終わりや。終わりだじゃん。終わり。終わり、もう頭なし。なし。うん。もういもいになってます。ここはもう。イエーイ。もうもりもり。おまがみおかわり。おかわり欲しい。わあ、さらに。さらに葉差し。さらに葉差し。うん。見えません、土が。さらに葉差し。すごい。もりもり。美味しそう。こんなん大好きこんなん大好き、ずっとこんなんしてた。昔は楽しんでた。元祖、さすが元祖。元祖だよえ、すごい楽しい。すごい、もいもい完了。どんくらいでいっぱいになるかな。どんくらいでしょうか。こちらもパパコレ。そうですよ、ここ置いておきますよ。お水入れろ。どっさり、どっさりはだし。せい。まだね、土がほら、ピーって。ふんわりしてます。いいですね、いいですね。水やっちゃいますね。そっちにもやっていこう。ご苦労さん。ちょっと日が当たるところに置くと。そうね、そうね。まだ太くなる。うん、ちょっと肥料をあげます。はい。入れんとかも。でもまた出てくるけん、ほんと変なとこからいっぱい出てくるけんな。こういう、こう、剥ぎ散らかしたところからも出てくるけん。剥ぎ散らかしたところから。こんな皆さんやりませんか。こんな。こんないなくていいじゃん。こんなになっちゃうからね。ちょっとワンポットあったら結構なるけん。でしょ、うん、結構なるんだよ、うん、そうそう、そう、私のこぶに溶かさないためにめっちゃかかる。え、いいんですめっちゃかかっちゃうやん。ごめんということで、はい、お知らせは、お知らせ、はい、お知らせ、10月5日、え、10月5日、プラトモフェスタミニ。明日です。明日や。明日です。はいはい、明日9時より、はい、募集開始します。はい、はい、何のや。プラトモフェスタミニ淡路島。花博。花博また日にちが分かんない花緑フェア出ますので、はい、出店者募集ね、はい、出店者さん募集、はい、多肉、お花、雑貨、観葉植物、はい、開墾、アガベ、何でもいいです、何でもいいです、うん、キッチンカー、キッチンカー特にずらーっていけるけん、ずらーっとって嬉しいな、嬉しいな、2日間やけん、うん、2日間、キッチンカー絶対いけます。言っちゃっていいんかな。儲かります。足りません、はい。何台来ても足りません。そうね、はい。周りに食べるものが何もないけん。ないけん。特に。そうそう、うん。もう本当にキッチンカー特に募集。うん、特に言ってたら悪いけど。で、カーメン君は、うん、なんて。お休み予定です。お休み予定です。お休み予定です。今回お休み予定です。お休み予定です。はい。はい、で次、はい、もう来月よ。来月、あ、今月やん。何、え、日比谷。あ、日比谷。日比谷もう来あと10日ぐらい、2週間か、はい、10月19から29日、うん、9日間、日比谷公園ガーデニングショー、はい、多肉でコンテスト3部門出します、はい、今世紀最大の寄せ植え出します。すごい仕上がりになると思います、絶対に見に来てください、
泣けます、はい、寄せ植えの前で思いっきり泣いてみてください、うん、気持ちいいです。はい、はい、うん、そうね、苗の販売もあります。はい、はい、もうすごいけ、うん、すごい、すごい、過去最大やけ、そう、すごい、もう苦戦しまくって、もうこればっかりはもう本当に見に来てほしい。すごいけ、すごいです、すごいです、すごいです。 OK、 はい、お願いします。 OK、 はい、はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、バイバーイ。